はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターフォースポケット始めていきましょう。お、プレミアポイントがゲットしたぞ。でもプレミアポイントって何だったっけ？110か。SSR ガチャチケットがやっぱりいいですよね。はい、というわけで型のレールウェイですね。ドバイターフは2着に敗れました。雪辱を図りに行きます。期待できそうですね。ハイバーって、適正な馬体重ですね。何かご用でしょうか。大阪杯も終わっちゃったしな。とはいえ、春天ではちょっと距離が長い。せめてな、2800あればな。いい感じですね。何かご用でしょうか。ビクトリアマイルか。あっと、たけさんですね。たけさんの乗せよう。ご存知ですか。勝って当然だけに、プレッシャーはかかるな。嬉しそうですね。何かご用でしょうか。重いですよね。分かってます。クエストを達成しました。ご存知ですか。さあ、今週はレースです。レースです。いいですね。と、瞬発力を上げることで距離加減が短くなりました。ベスト馬体重ですね。じゃあこれで挑みましょう。
お、1.2 倍、ダントツを一番人気。相手はスティンガー、待機ダイヤ、エアトゥーレあたりですか。4。4、5、11ですね。すごく走る気満々な感じはします。と言ってるうちに東京 1600m カタロニエルエア2枠2番です。ビクトリアマイル、ここは確率に制覇していきたいですよね。次宝塚に挑むんで。府中のマイルで繰り広げられるマイル女王決定戦、ビクトリアマイルのスタートです。さあ1枠2番スタートはどうだ。まあまずまずだ。中段を確保しそう。大気タイヤがかわしていきました。6番トーアトレジャーが追いかけます。山勝スズラン外から行こうというところ、そして内からは1番エイシンルーデンス、それから離されましてエアツーレ、それからスティンガー、そして1番人気のカタロレイルウェイ、うまくいっているんではないでしょうか。10番チコチコタック、ゴールドティアラが並んでいます。そしてその後ろから7番ビハインドザマスク、グレイスナムラ、ラティールがそのうちにいます。前でありますが前、エイシンルーデンスがレースを引っ張るようになりました。そしてその外に山勝スズラン、その後ろ3馬身くらいあってエアツーレ、5番大気タイヤ、トーアトレジャー、さあ後ろから6番手かな、中段や後ろ、いよいよここからが正念場です。さあ加速していく。さあだんだんと差を詰めている。むしろティコティコタックの勢いがいいぞ。さあ勝てるのか、それともティコティコタックにかわされるのか。ここから粘りなしやが、ティコティコタックに食われた。うーん、なかなかうまくいかないですね。次は頑張りましょう。一着。もう悔しいので、レースを終えた馬が戻ってきました。宝塚もやっちゃいましょう。ご存知ですか？一旦放牧。ご存知ですか？ご存知ですか？何かご用でしょうか？
何かご用でしょうか。さあ、竹豊に再度依頼です。人気ですね。いい感じですね。何かご用でしょうか。バタージオ挑戦を文句なし。さあ今度は勝ちに行きたいぞ。一番人気ですね。これも 1.2 倍、一番人気。雨がどう影響するか。グリグリですね。おっと、テーマオペラ王と名称怒涛が出ているぞ。とシークレット丸ついてますからね。これは無視できません。50枚いっときましょう。さあ、2枠2番ですね。スタートが感じですが、なかなかいいですね。どんよりとした阪神競馬場に開くあなたの夢は、カタロレイルウェイか AM オペラ王か、私の夢はステイゴールドか。先行グループからまず見てまいりましょう。ホットシークレットが先手を取ります。ちょっと離れて1番名称怒涛でやります。カタロレイルウェイがこれを追う展開になりました。10番 AM オペラ王、それからアシゲノンバテーモペアをこんな前にいるんですよね。その後ろ、それからアドマイアドス、そしてそのうちにマックロー、4番ナイワテキサス、そしてその後ろからエアシャカール、外から1頭ミッキーダンス、しんがりから11番アドマイアカイザー。もう一度整理しておきましょう。先頭行くホットシークレット、5馬身リード、ちょっと離されまして名称怒涛。名称怒涛を見るような感じに言ってます。鞍上は竹豊、それからこれも人気を集めております。ゲイエムオペラ王、好位にいますね。好位全段にいます。有力馬はステイゴールド、アドマイアボスが並んでいっています。そのうちからは3番マックロー、4番ナイワテキサス、エアシャカール、そして外からは8番ナイワテキサスも不気味です。アドマイアカイザー、ホットシークレットがレースを引っ張るようになりました。名称怒涛は2番手待機、それから2番カタロレイルウェイ。さあいよいよ、さあホットシークレットがまだ粘っている。結構楽に逃がしている感じはするが、おっと東方ドリームだ。なんと東方ドリーム、びっくり。さあミッキーダンスも来ている。嘘だろ、東方ドリーム、ミッキーダンスってなんだよ。残念、ショート救われちゃいました。これ宝塚も負けたか、苦しいですね。レースを終えた馬が戻ってきました。いい仕上がりです。いい感じですね。さあこれは何かご用でしょうか。立て直しを図っていかねばなりません。
れば。非常に落ち込んでおりますが、また次回で巻き返していきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。